4回打倒プロゴルファープロバト、イエーイ、おはようございます。おはようございます。はい、皆さんこんにちは、なみきです。そして小上ほっぷらです。よろしくお願いします。今回のゲストはですね、元サッカー日本代表のあの方です。はい、どうぞ。鈴木啓太さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。元サッカー選手じゃないですか、うん、なのに今回これゴルフのプロバトですけど大丈夫ですよね。大丈夫かどうかはやってみましょうか。けど多いよ、現役の人でゴルフね、やってる方もすごく多いですし、そうですね、サッカーに限らずね、他のスポーツ選手の人もすごく多いので、まあ引退されてハマられた方ですよ。はい。ちなみにベストスコアは72です。おお。パープレイ。手強そうだね。早速説明をいたします。はい、今回はですね、お二人で9ホールマッチプレー対決をしていただきます。はい、で、お二人ともこちら白 T からスタートです。はい、で、点数の配分なんですけども、古賀プロはボギー0で、パー1点、バーディー2点というふうに1点ずつ上がっていきます。はい、わかりました。鈴木さんはですね、パー1点まで一緒なんですけど、次のバーディーからは3点、その上が4点というふうになっております。え、待ってください。なんか前見てたら、ボギーも1点もらってたような気がするんですけど。いえ、それレベルによるんですよ。そうなんですよ。その人たちの。今もうベストスコア72と聞いてしまったので。それたまたま出た数字ですけど、それでもダメですか。はい、ベストスコアを参考にさせていただいているので。私も負け続きなんで。ちょっとはガチ感出させてもらわないと困ります。9ホールのうち3ホールはイベントホールもありますので、それはお楽しみにしてください。イベントホールがね、また採用させられるんですよ。そうなんです。意気込みの方、ダフらないように頑張ります。ダフらないように。そんな72の人がずいぶんなんかこう大雑把な目標ですね。はい。今回ですね、さらに鈴木啓太さんが勝ちましたら、賞金30万円を。マジで嬉しい。勝たないと頑張ろう。じゃあ早速やっていきましょうか。はい、私も頑張ります。はい、よろしくお願いします。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。わーい、ナイスショートです。素晴らしい。ナイスショート、よかった。緊張されてます、本当に。緊張してますね、めちゃくちゃ。ナイスです。ありがとうございます。いやいやいや。あ、やっぱ寒いとね。ちょっと回んないね。今の回んなかったんですか？体が回んない、ちょっともうちょいもうちょいって思ったもん。ちなみにいつもドライバーどれくらい飛ばされるんですか？ドライバーどうなんですか、240、50じゃないですか。そのぐらいの感じですね。やっぱこう曲がったりすると飛んでも意味ないみたいな。なるほど。けど、まあ、飛ぶっていうのは武器なんで、躊躇して打つと変な曲がり方するじゃないですか。だからしっかり振った時に自分がどういうミスをするかで、やっぱりミスを決めていった方がいいですよ。やっぱしっかり振った方がいいんですか？そうですね、緩んだショットで出るミスっていうのはもう思いがけないミスだったりとか、しっかり振った時のミスよりいろんな要素が出てきちゃうんですね。だからよく分かんなくなるんですよ。だからしっかり振って、まあ、できればしっかりフィニッシュ取って、その中で自分がこういう風になったからこういうミスになったんだっていうのを分かった方が、まあ、シンプルで結構早いかな。そっかそっか、対処が早いかなと私は思うんですけど。いや、なんかいいイメージあるから、このぐらいやりたいみたいなあるじゃないですか。ゴルフっていろいろやるべきじゃない。なるほど。シンプルに。ゴルフはもうやっぱり上手くなればなるほど、本当はそぎ落とさなきゃいけないんですよ。でも上手くなればなるほどみんなやっぱりやりたがるんですよ。付け足しちゃう。そう、グリーン周りとかもそうなんですけど、まあいろんなアプローチがじゃあ3種類打てるようになりましたってなった時に、まあ3種類自分で持ってるから、その別にその技いらないのにそれを使っちゃったりしてミスになったりするんですよ。なるほど、ちょっと雰囲気でね、やっちゃってね。だから本当は本来ならばもうピッチエンドランっていう一番オーソドックスなやつがあるわけですから、それで寄るんであればそれを使うべきなのに、ちょっと上げてスピンかけてみようかななんて思っちゃったりとか、それもうすぐよくボール、はい、あるんですよ。調子乗っちゃっていかにそこでそぎ落とせるか、なるほど、もうそれでしかやらない時にその技を使えるんですよ。それプロでもね、それ陥りがちなんですよ。だから頭がいい子に多いですね。あとは経験豊富な子とか、まあ海外に行った選手とか、向こうってもう特に芝が違うんでいろんな技がないと寄らないですし、日本の芝って基本的にいらないんですよ。でその技術を身につけて帰ってきて、別に普通なのにすげえことやろうとしてんなみたいな、そういう子いますよ。さあ行きましょう。喋ってばっかりだからもう進まないから。うわ、いい球。あ、おお、ちょうどアンカーの前に落としたんですね。大丈夫かな。はい。今のはやっぱ左サイドを狙ってたんですか。今ね、左サイド狙いました。私右バンカーすごい嫌だったんで。あんまりいらないんじゃないかな。お、クラブは7番です。7番アイアンで。はい。おお、戻ってこい。これはどうだ。戻ってこい。あ、ナイスかな。大丈夫だと思う。大丈夫だと思うよ。じゃあゴルフは2年ぐらいですか？はい、ちょうど今3年ぐらいですね。3年ぐらい。はい。おいくつですか？もう37です。あ、37。私と変わんないですね。僕が1つ上？上だと思います。私82年です。そうですね。81年なんで。知り合うことなかったですね。同じ時期に。そうですね。アスリートやってて。はい。うまっ、やばい、落ちそうだ。うわ、ありがとうございます。やめてくださいよ、もうピタッと決められましたね。おお、うまい。おお、いいよ。おお、ナイス。おお、ナイス。ナイス。よかった。ハイレベルな戦いだね。いい勝負だね。いい勝負。なんか燃えてきた。わ。なんかそのセリフ。そう。以前も言ってたような気が。前回も梶原さんがいきなりバーディー取ったんですよ。ずいぶん切れてしまった。お先します。はい、古賀プロナイスパーということで1点獲得です。1点か。はい。続いて鈴木さん。こちらもバーディーパットですね。はい。切れる。そしていく。うわあ。微妙な距離残っちゃいました。これね、嫌な距離ですよ。これ何マッチ？じゃあマッチです。マッチプレイするんでしょ。はい。OK 出しません私は。さてこれで古賀プロと同じ1点がもらえます。これ入れられば。うわー、やべえ。緊張しますねこのパット。お願いします。おお、ナイスパー。危ない。ということで鈴木さんも1点獲得です。ナイスパーです。いやでもほっとしたパースタートはい、ただいまのホールは1点ずつ獲得ということで、はい、今のところ同点ですね、はい、はい、次のホールがですね11番ホールパー4の365ヤードです。はい、はい、それでは行きましょう。はい、行きましょう行きましょう。なんかガチ感出してきたねなみきちゃんやばい、逆玉出た。あ、木に当たりましたね。どっちだ。出てきて。おお、ナイスショーです。私飛ばなくなったんで、あとこう一生懸命触れなくなったんで、昔より曲がらないんです。はあ。もともと曲がらないんですけど、ほら昔はやっぱりちょっとこうトレーニングもしますし、もちろん今よりヘッドスピードも速くて、体もまあもうちょっと大きいんで、やっぱこう振っていく時ってあるじゃないですか。はいはい、でまあ試合でプレッシャーもかかりますし、けど今ってあんだけ一生懸命振ってももうリズムとかが崩れるだけなんですよ。かといってあれだけも振れないし、そしたら全然曲がらなくなっちゃって。へえ。そうだからなんかね、こんな感じで楽しいです。でも曲がらないのが一番ですもんね。いや、羨ましいですよ。お、すごいすごい。ちょっともう近いよ。もうちょっと何、あ、これはまずい。あ、ありました。頑張ってパー取ろう。もうそこに出そう。クラブが触れるだけありがたいと思うか。そうですね。お、ナイスアウト。ナイスアウト。けど性格的にあれですね。丁寧ですね。そうですか。一つ一つが几帳面ですか。全然几帳面じゃないです。そう、すごいゴルフ丁寧ですよ。本当ですか。うん、アドレスの入り方だったり。本当ですか。うん、なんかテイクバックの上げ方とか、すごい丁寧に上げてますよね。あ、じゃあ、そういう風にしておきましょう。うまい。ナイスオンです。ああ、遠くかな。はい。ちょっと奥だ。これでも入れないとどっちにしてもゼロ点なんだもんね。これで今パーパットなので、はい、結構マッチプレーなんで、そうですよね。結構戦い方変わりますよね。でも入れるにしてはちょっと微妙な距離ですね、これ。うん、さてそれをどう打つのでしょう。結構切れると見たぞ。いい感じ。いい、え？うわー！うわー！惜しい！今入ったと思ったのに。惜しかった。入ったと思いました。じゃあ入ったでいいですか？いや、ダメです。今のは相当ドキッとしましたよ、私。私もドキッとしました。ということで鈴木さんはここはポイント獲得ならずです。あ、本当ナイスパット。今ジョリって言いましたよね、でも。ですね。べちょって言いましたもんね。古賀プロはバーディーパットです。やばい。危ない。危ない。はい、古賀プロナイスパー。ナイスパーです。1点獲得です。いやー、ここに2点欲しかったな。いい試合ですね。いい試合ですね。いやでも見ていてヒヤヒヤします。ヒヤヒヤしますってことは、古賀さんよりってことね。あ、違う。違いますよ。いや、さっきのもし鈴木さん入ってたら、私狙っちゃってたかもね。今のね。そうですね。だからいやマッチ面白いよやっぱり。だからやっぱ上手い人と回るのすっごい楽しいですもんね。あ、そうですか。見てて勉強になりますもん。私はもう自分でこれでやっぱり一番取ったって言えるのはもう私リズムだけです。私もずっとリズム変わんないんで。へえ。もう力んだりもせず。いや、もちろん力みますし、もちろん欲も出ますよね。この位置だとかやっぱりそう思う時もあるんですけど、とにかくアドレナリン出ようが何しようがリズムさえ変わんなきゃいいんですよ。はい、今のところ結果がですね、古賀さんが2ポイント、鈴木さんが1ポイントということで、いっぱいいっぱいよ。3ホール目は12番ホールのパー4373ヤードです。そしてここはイベントホールとなっておりまして、じゃん、くじ引きホールになっております。はい、これは2人でやるの？はい、これは古賀さんだけになっております。そうだよね。だからこういうところ、これいいなと思って。はい、こういうところよ。今日だからといって2人でやるわけじゃないんだね。そうだね。それはそれ。ここはやっぱプロだけなので、はい、お願いします。じゃあ1打目。さあ行きましょう。52度。これはやった。ここはチャンスですよ、鈴木さん。持ってるかもしれないですね。持ってるかもしれないですよ。フェアウェイまで行くかな。でも古賀さんが点取れなくても、はい、ポイント取れなくても自分が点取らなきゃいけないですね。そうですね。じゃないとポイント、点差をつけれないんですよね。めちゃめちゃいいショット。お見事です。私頑張っても85ぐらいよ、これ多分。はい。悔やまれる。くじ引きが。よし、古賀さんがそこだから。なんかチョロしたみたいに言うのやめてもらっていいですか。古賀さんに言われたリズム。リズム。オッケー。ナイス。ありがとうございます。素晴らしい。いや、これはちょっとこれ大きいですね。このアドバンテージは相当大きい。あんたバーディーなんか取られたらどうするよ。そうですね。たまったもんじゃないわよ。いや、ここでフェアウェイウッドとか出たら。フェアウェイウッド出たら最高ですね。はい。フェアウェイウッド出たら最高。二打目。は。うわ。よし。持ってる、やっぱり。3番ウッド。やっぱ持ってんだな。持ってます、持ってます。頑張れ。はい、いいとこです。ナイスです。いや、くじ運上がってきたよ。あれ、鈴木さんどこ？いや、うわ、まだお年寄り飛んでるね。もう、なんなの。やっぱドライバーで結構飛ばされますね。飛ぶ。全然260、70飛んでますね。飛んでますか。今日調子がいいですね、そういうことは。ああ、9番ぐらい出たら最高だね。はい、残り112です。で、クラブは。じゃん。6番。え、9番？違います。こちら。6番。いや、9じゃない。はい、確認します。これ9じゃない。これはですね。6番です。どうやって打つんだろう、6番112って。待って、超重いんだけど。あ、右行ってる。止まれ。止まれ。お、すげえ。いや、ちょっと強く入りましたね。ちょっと強く入りました。はい。でも今どうやって打とうとしたんですか。いや、今ちょっと開いて、もう優しい。優しい。すごい。でもちょっと強く入りました。で、そのまま右出ちゃったんで。これはまずいぞ。乗せてこられちゃいますね。バーディーチャンスつくぞ。ですね。あ。おお。ちょっと抜けちゃいましたね。ちょっと右行っちゃったな。おお、でもない。ああ、転がってる。いい方にやってますよ。転がってます、めっちゃ。ではくじを4打目ですね。お願いします。どうだ。うわ、7番。7番アイアンです。うわ。いや、まだあり。止まるかな。下りなんですよね。あ、強い。止まれ。ああ、悔しい。この傾斜な、どんぐらい切れんだろう。距離感だけだな。いい感じ。おお、ナイスです。ナイス。8番。なんかもう1回しか今日なかったよ、いいくじ。飛べ。スピンかかっちゃうんだよ。難しい、これは。難しいよ。6ハイブリッドです。6番ユーティリティ。はい。ああ。ドライバー。ここでどうすんだよ。はい。ということで、ここはポイント獲得ならずですね。こちらパーパットですね。はい。入れれば点数があります。1点。はい。ナイスパー。ありがとうございます。いや、確実に1点獲得です。ナイスパー。点。今日パター自信あります？もしかして。いや、僕パターが。タッチとかめちゃくちゃいいじゃないですか。いいんですけど、結構開いて当たること多くて。ああ。じゃあスライスがすごい切れるってことですか。そうです。スライス回転ですか。私もですよ。でもそれってもう自分で意識してそれ打つんですか？そうだからもう私ちょっとやっぱカットに打っちゃうんでスライス回転するんですけど、だからもう自分の強さだけを絶対決めといた方がいいです。強さがずれてきちゃうともう切れ具合も変わってくるんで。